父さんこそ俺の活躍を見逃すなよ。長老を倒すのは自慢の息子かもしれないぜ。敵の要所は寧死。って評判だ。形勢次第では楽にこっちへ寝返るだろうよ。半獣を守るため戦わねば。
寛大なる諸君、新人の謝意を表する。されどならばこそ問わせていただきたい。
なぜ二度までも刃を向けた。それ戦は天下から絶やさねばならぬ。だが天下から人を絶やしてはならぬ。お主ほどの優勝明快な答えに感謝する。またそこまで評していただき後人の極み。宝徳よ、時代は今激動の時を迎えておる。わしはここを乗り越え乱世を収束させねばならぬ。そのためにお主の力を貸してくれぬか。承知した。今それがしはこの姓に新たな意義を得た。法令め、以後は曹操殿の先兵として働か。うん。父よ、漢中は完全に掌握した。この先はいかがされる。将兵によりうん、恐れながら申し上げます。お主は芝中達で、劉備は破食。このまま余勢を借り、お主の言には一理ある。今ならばだが慶州には関羽。これはわしらに限った話ではない。ならばこそ決着を急がず三国の均衡を崩すことが先決と。失礼、千両申し述べたことご容赦ください。構わぬ、今後も存念は何なりと申せ。漢中には維持に必要なだけの兵を残し、残る軍は東の合肥の戦線へ向かう。しかも全軍に通達せよ。加工と加工園、お主らに頼みがある。どうしたんです殿、そんな風に改まって。今孫吾に圧力をかければ我らに対し劉備孫権が構えるというこの均衡を崩せるやもしれん。だがそれにはお主らの協力が必要だ。要はお前の無茶に付き合えというのだろう。何を今さら、いつものことではないか。で俺たちは何をすればいい。劉備を漢中へと誘い出し、その間に関羽を撃つ。何だと。漢中は破食にとって喉笛、わしが兵力を手打つ。同時に確かに奴らの。だが劉備ども、そこをバレな。慶州へ兵を回す。だがそのそこで俺たちの。いいってトンニ、そっちねえ殿。うん、なんの。うん、関羽を撃ち。ああ、さて今までの。ついに劉備が漢中に攻めてきた。この漢中は絶対に。ああ、なんと秀麗な鼓舞でしょう。この趙春雁、花公園将軍のもと美しく漢中を守りきってみせましょう。父さん、そんなに気張らなくてもいいんじゃ。なに息子よ。ああ、そこはそれ、男の年輪ってやつだ。
お前はお前で自分らしくやるこった。はあ一体どうしたんだ急にあんなこと。M のやつ、いつになく気負っているな。やっぱりそうな。お前は大丈夫そうだな、M。はい。さて、劉備どもを追っ払うとするか。この漢中は絶対守り抜くぜ。徳軍の士気はかなり高い様子。花公園将軍、ここは慎重に参りましょう。この漢中が必要。さっさと譲ってもらうとしよう。ここは義にとっても用地。私の命に変えても守り抜く。報告。褒美の高森に破損があるとのことです。おいおい、そういうのはしっかりしとけよ。だね。だから俺が直しに行くか。漢中ダッシュを前に破れるとは、なんと不甲斐ない。お前の顔は覚えたぞ。この裏に次は倍にして返してやる。ああ、やっとこさ連中も諦めたか。俺らの勝ちだ。みんな、お疲れさん。十分な戦果だ。来ましたね。あなたたちはすでに私の術中です。何を思わせぶりな。術だろうが策だろうが踏み越えてやるぜ。機は熟しました。トラ戦車部隊、進軍を開始してください。月影殿からの合図があったぞ。トラ戦車部隊、進軍開始。くそ、俺としたことがまんまとはめられたか。この月影がお相手しましょう。油断しましたね。伏兵部隊、今です。ようやっと出番ですね。さあ、ここから暴れさせてもらいますよ。奇襲か。チェ、正面から勝負に消えがれってんだ。そろそろです。あなたに回してやる。弓でスペシャルを始めてください。よし、諸葛亮殿の合図だ。みんな、敵軍に矢の雨を見舞ってやれ。閉じるな。
慌てては敵の思うつぼだ。あなたに回してやる。あ、これ以上は。孔明様、申し訳ありません。やっぱ先生が引きましたか。少々無理をさせてしまったよ。私としたどこで計算を考えたのでしょうか。十分な戦果だ。張飛がこう、張鵬が相手だ。悪いが、扁桃山はいただくぜ。いやいやいや、勝手なこと言うなって。ここは俺が守りきる。せいや、敵の急所はあそこ。すぐに抑えなきゃ。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。俺らはあそこを狙うぞ。役に立つとこ見せとかないとな。俺らはあそこを狙うぞ。役に立つとこ見せとかないとな。これ以上は無理。隠されたか。隠せなかった。行くしかないか。親父にどやされちまうな。よし、扁桃山は掘り抜けた。父さんにカッコ悪いところ見せずに済んだな。敵将、加工現状が討ち取った。十分な戦果だ。
んと、これほど近くに敵が。みんな、二の軍勢を押し返すのだ。よし、ここで防御体勢を取るのだ。ってところだな。デヌ、平軍山の本陣に敵襲。敵将は甲冑の模様。何？あのジジイやりやがるぜ。俺が行く。息子よ、ここは任せたぜ。ちょ、父さん、待ってくれって。忠告、花崗園将軍、敵将甲冑に撃たれ。父さんが、ウスタロ、まさか、そんな、ああ、なん、将軍を失った動揺は、兵たちも同じで、一度撤退し、そうですね、さ、幹事、あとは。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。まさか
まだし。これは、ま、劉備は縁を打ち。おや、花公園が命を落として用意してく。このまま。しばり。劉備は帝軍山に構えているようだな。奴を完膚なきまでに叩き。へい、いらっしゃい。いらっしゃい。毎度どうも。皆に支えられ、導かれ、ここまで来たのだ。この大志、必ず貫いてみせる。へい、いらっしゃい。毎度どうも。
ようこそいらっしゃいまし。今後ともごひいきに。
この地は加工現状が制したぞ。えい、いらっしゃい。毎度どうも。